超絶絶叫ランドは CBC で2013年7月18日から9月26日まで放送された日本のテレビドラマ。主演は地上波連続ドラマ初主演となるスーパーガールズ。アミたち学生アルバイトの1日を密着するテレビ番組の取材を終えた夜に遊園地近くの山林に隕石が落下する。隕石が落ちた衝撃で インターネットや電話などの通信手段が遮断され、山林に様子を見に行った工場が、謎の地球外生命体に規制されてしまう。昼の情報番組のコーナーで、夏の遊園地で働く学生アルバイトスタッフを取り上げる企画として、パラダイスランドへ取材に訪れる。テレビドラマ放送期間中である2013年8月26日、小説化された。 テレビドラマでは映像化が難しいためにカットされたシーンも含まれるなど、差異も多く、ラストもテレビドラマとは全く違う終わり方になっている。また、一部人物の名前や設定も変更されているため、下記に変更点を記す。AB 放送当時は、2014年4月1日の認定放送持ち株会社移行に伴う、テレビ放送事業分社構えのため、中部日本放送。 エースシングル、年下の男の子、センチメンタルジャーニー、ジンジンジングルベルにカップリングとして収録。劇中に登場する舞台、パラダイスランドのロケ地。ありがとうございます。